はいさーい。はいさーい。さーい。はい、本日も ONPC 沖縄ビリヤードご視聴いただきありがとうございます。さすがに乾杯したい。はい。今日はですね、第3弾ということで、月例会から、豊浜 SA 対、宮城 SA の、試合をお届けします。はい、はい、実況は私、おいしい A 級玉城と、コメンテーターに東洋、はい、そして、解説に、JPBA の田中美希プロを招きしてお送りします。はい、とりあえず一回東洋に謝らせよう。あ、そうだね、東洋はまあ8時にって約束したのに今もう8時何分 ?8 時50分ちょっともう50分ぐらい遅刻するあたり、もう8時37分に来ました。あ、何杯飲んできたの？セーフ。セーフ8時内、あ、もう始まってんね、これ。俺と龍馬さんか。うん、これ見てないな。これがね、2021年の1月の月例会、3ヶ月ぐらい前ですね。そうね、はい、もう、もう覚えてる？覚えてない？覚えてないな。大体覚えてないの。そうね、これ見た。これ見たよ。一応見てるの、自分の動画は。一回は見てる。あ、そうなんだ。うん、あ、入れそうだね。だいぶ飲んできてるね。だいぶ飲んできてるね。あ、この辺、あ、覚えてんだ。思い出してきた、これ。覚えてるよ。こんな感じか。いい引きしたね。もう間違えて、もうストップ。こうなったら、まあ、あとはもう入れていくだけだもんね。もうオープンの配信だったらもう外さんもんね。うん、ここら辺のレベルは SF にしても。そうね。はい。じゃあ、ちょっと自己紹介しとこうか。今から？すぐやった、すぐやった。終わっとくか、終わっとくから。はい。もうこれも1-0で、富山選手、まず最初に行っております。ちなみに、東洋の紹介動画はちゃんと SA のやつがあるから、ちょっとそれも概要欄貼っとくんで、もしよかったら見てみてください。そうなんです。ちなみに、東洋のお店のハナーも紹介動画あります。それもちょっと概要欄貼っとくんで見てみてください。よろしくお願いします。さあ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 。で、ブレイクで、これはちょっと狙えないから、セーフティー。セーフティーね。まあ、セーフティーね。はい、セーフティーグ。まあ、そうでしょうね、みたいなやつだね。きついね。5番くっつけに行ったけど、嫌な配置だね。これ難しいよ、でも。龍馬さんがちょっとぶっ放して、これはもうあと、取り切り？そう。オープンだった。嫌だったんだよな。うん、1番からすでに4番が嫌で、うん、ちょっと3の上にある4番ね。うん、あこれね、これね、嫌だなと思って続いてたら、やっぱこうなったんだよ。え、ちょ、あるんじゃない？あった。あ、あるんだよね。何ひねるとああなっちゃうね。運が良かったね、この完全に。そうね、そうね。隠れててもおかしくなかったからね、今の加減は。レスト長かったね。取り切り方としては、あ、まあ、30点ぐらい。はいはいはい。もう言うて外さないし。いいんじゃない？レスト長いよね。長い。長いのは理由があるの？え？長い理由、レスト長い理由。ない。でもなんかあるよね。後ろには引くけど、前には出さないよね。うん、もうちょっと短い方がなんか入れそうだ。確かに。まあでも全然外す感じしないよ。沖縄スタイル。そうね、そうね。2-0。多分持ってるグリップはみんなと同じぐらいなんだけど、手が短いから。え？前が長くなっちゃう。あ、そう。レストがね。なるほどね。そう。手と指が短い。やかましい。やかましい。致命的だ。やかましい。出ないか。常にやってて、うまいね。声うまいよね、龍馬さんね。確かにね。練習したことないと思うけど、まあうまいです。しっかりコントロールするもんね。手玉も的玉も。声うまいよね、富山さんね。練習したことないと思う。あ、止まれた。入ったと思ったけどね、今ね。ちょっとなんか龍馬さんはまだなんか、おー、ナイス。ジャンプからの、ジャンプからのクッションでね。そうだね、ジャンプクッションでなんか狙ったね、完全に。上手。やっぱ龍馬さんだな。龍馬さん、今のとかも全然難しいよ。難しいよな。確かに。しっかりつく。しっかりつくよね。重たい球つくもんね。引いて、溜めて。
バチってちゃんと。ああいうなんかちょっと外しそうなやつをあんな綺麗に入れられるとちょっと嫌になっちゃうね。そうですね。見てる方はね。はい。もう78系これも問題ないでしょうか。もうできましたね。もう右ひねって。これで龍馬さん取って 2-1 になるのかな。龍馬さんほとんどひねらないじゃん。うん、ひねらんね。だからなんかね、この龍馬さんの球が。うん、パワーなさそうに感じるんだよ、手玉が動かない。あー、これはまあ、若干抜けたね。もっと引きたかったよ。まあまあ、でも、でも、龍馬さんが、まあ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 、まあ、ナイス。しっかり入れていくね。はい、からの 2-1 ね。龍馬さんブレイクで、これこういうブレイクを狙ってるのかな。そのまま引いて、玉出てるの。狙ったりねえよね。ミキもこんなブレイクやる。まあたまに解放するときはね。ちょっと負けたくない試合になったら、ね、解放しちゃう。これ負けたくない時のやつなんだね。そうそうそう。はいはいはい。負けたくない時のやつなんか変だ、ね。ちょっと言い方が変だ、ね。ミキのブレイクはまあそうでしょうねみたいなブレイクになる、ね。なる。まあそうでしょうみたいな。はいはい、で。龍馬さんが2番飛ばして、もう東洋がサクサクと取り切って、もうこれも問題ない感じかな。そうだね、問題は常にあるんだけど。これは問題ねえのかな。5-7の間まで行くの。今の2から3も実は3番をサイドに出しに行ってんの。あ、出しミスと。そう、出しミス。初告白。普通じらしてるからね。あ、そうでしょ。そういうの大事だよね。狙ってましたみたいな。でもあまりにもひどいとチョーク叩く特徴が。分かりやすいぐらい Q もガンってやるしね、チョークもパチってやるしね。分かりやすいぐらいなんか、あ、ミスってるなっていう。はい、もうこれももう問題ないでしょ。 OK と山さん OK で 3-1、はい、これが3点だね。この動画ってやっぱペース早いね、やっぱりね。だからね、これさっきも話したんだけど、サクサク喋らないともう置いてかれる。すぐ次のゲーム始まるから。ちょっとブレーキ全然早かったのに当たらなかったんだよ、思ってね。結構ね、なんか暴れてるか当たってない感じするもんね。よくここまで上がってきたなみたいな、もう絵に描いて。はい、お疲れ様でしたね。でもだいぶもう東浜優勢だけど、そうね、この展開を見ると、うん、もうでもこれトラブルないから龍馬さんも取り切っていくんじゃない。心境的には龍馬さんまだ気持ちは全然折れてないから、うん、変わらんよね、龍馬さん、うん、なんかスタイルが。あ、負けてても勝っててなんて、まあ、沖縄に宮城あり、ね、これはもう間違いない。そうですね、本当にね。これやっちゃったんだよね、本当に珍しい。珍しいね、確かに。今はこのミスしないけどね。うん、まあ、これも不正解だよ。完全に。完全に不正解だ。この場、なんだろう、画面上で見ても 100% 不正解だ。ちょっと膨らんじゃったね、お仕事。ふわっと。まあでも、結果お笑いで。まあでも、うん、入れてなんもの世界だ。取り切って4-1。レベルの試合はやっぱ面白いな。でもね、ちょっと動画がね、早い。やっぱ、うん、早すぎるね、喋ると。ね、そういう。見るとちょうどいいぐらいの、ね、解説喋るから。解説ができなくなっちゃう。そう。でもそれでもいいでしょ。うん。危ない。危ない。誰この人のプレイが下手くそ。これ割りに行くのかな。そうね、ここで。悪いけど、はい、そうなるよね。これ、ジャンプ？ミキ、こういうのうまくいかんよな。そうなるよね。不思議だよな。わかる気持ちは。全然うまくいかない、こういうの、本当に。そこにだけは当たらないでってこと。なんか、ただ当てに行ったら、いや、そんな甘くないよって誰かに言われて、感じがする、本当に。見せないよって。そう、どう当てたかったのかな、君は、みたいなことも。ビリヤードの誰かに言われてるんですか。ちょっと危なくない、これ大丈夫。いや、引きとかが合ってないね、さっき言ったら引きの加減をミスしてない。結構あったね。そう、あったね、今ね。サイドないかなと思ったけど、
本当に淡々とつくよね。焦ってついたりとかさ、そんなのもなく本当に淡々とできることをしっかりやる人。沖縄の百戦錬磨宮城市しっかり、すごいよ。こういうのもね、チョイスいっぱいあるからね、難しいよね。あ、直で行くんだ。順位に、俺あれ逆行くんだよ、単調。はい、そうですね、そうね。もう、ほんと人それぞれの。まさに玉だよね。はい。で、龍馬さん取って4-2。まあ、見物だね。龍馬さんがどこまで持ち直していくか。そうね。これ結局、これを勝ったんだよ、この試合。覚えて勝ったか負けたか。月齢4月はどうだったかな。結構もう宮城さんにはもうコテンパンにされてるからずっと。龍馬さん聞いても同じこと言いそう。何がどうだったか覚えてねえな。これどうすんの、シュートアウトして、見えてたんすか。すごい下手くそだね、これもね。これちょっとラッキーね、うん、ちょっとラッキーだけど、はい、うまい。まあそうかわいすすぎる、ね、そんなね、そんな簡単にいかんわね。その2連発、あんなとこ当たってスクラッチする。師匠に下手くそって言ったからどうなるかわかんないけど、まあこれは後々。もうストップする、ね、はい、4-5?7-8 というか、はい、龍馬さんはストロークは結構溜めるんだよね。ああ、溜める、前でも後ろでもね、これが良きなのかどうなのかってのはちょっと未だに分かんないけど、うん、いや俺もね、龍馬さんのやつ動画編集してて、ね、あれなんか今再生できてないかなと思うもん。あまりにも溜めが長くて。そうでしょ。本当に本当に本当に昼休み今飲んでんの。飲んでないの。知らんけど、なんなら俺30分前に来た。8時集合の30分前。今オリオンビールを飲んでます。オリオンビール、それオリオンビールもちょっと出しとく、あのテロップで。今の8から9ってうまいよね。うまいね、はい、あれ多分ね、同点付けしてる人じゃないとできないよね。確かにね。龍馬さん取って4-3。もう結構今なんか龍馬さん乗ってる。あ、だだだだだだ、ここでスクラッチ痛いね。で、東洋がここからもう取り切りモードがね、1、2、4、リーチかけてるから取り切りたいね。1、2、4、4、ピンク、3があるね、左上に3があって、3、4、5、7、8、9、4が9番の左だ。そんなにみんな見えない、うん、なんか色がね、なんか4番っぽく見える。ピンク色っぽく見える。そうね、いいね、ちゃんと近づけて、うまいね、こういうのね。そうね、ちょっと厚く行き過ぎてるね。そうだね、フリーを取る方が正解なのかもしれないね、今のは。本来今のでも8、9あるから、なんかフリー大きく取るとちょっとなんかいろいろ気使いそうで、うん、もうこれもう問題なしだね。単調、お、あ、上でいくんだ。これもなんか右下とかで単調ってこうなんか出すイメージがあったけど、その辺もやっぱ人それぞれなんだ。ナイスだね。はい、もう龍馬さん OK でありがとうございました。